日本百景にも選ばれる美しい湖宍道湖。そこで獲れる大きく肉厚なシジミは漁獲量日本一を誇っています。そんな宍道湖の東に位置するのが島根県松江市。そこは歴史と伝統が息づく穏やかな時が流れる町すごい。松江のシンボル松江城はおよそ400年前の姿を今に残し国宝に指定されています。うわー、気持ちいい風が、なんかいろいろ想像しちゃいますね。400年前堀川遊覧船でお堀を巡れば古き良き城下町の風情を感じられます。最高ですね。もう穏やかですね。お堀に架かる個性豊かな橋をくぐるのも楽しみの一つ。特に低い橋をくぐるときはなんと屋根が下がるんです。城下町の風情を残す松江には茶の湯文化が根付いています。喫茶木春では現代の名工伊丹継夫氏による作りたての和菓子と抹茶がいただけます。マジ、もう喧騒から離れ穏やかにお茶を飲める、幸せですね。茶の湯文化に欠かせないのが器。松江は優れた焼き物の産地でもあります。創業およそ100年の湯町窯は伝統を継承しながらもモダンなデザインで若者にも人気の窯元。すごい見た目おしゃれなんですけど、なんかあったかみがありますね。そんな湯町窯があるのは玉造温泉。日本最古の美肌温泉と言われています。温泉に入るだけでなくボトルに詰めて持ち帰ることもできます。潤いますね、しっとり。旅の最後は八重垣神社で縁結び。鏡の池の縁占いは占い用紙を池に浮かべ沈むのが早ければ早くご縁があると伝えられています。おーおーおーおお、嘘、早すぎませんか。早く縁が結ばれるってことですね。めっちゃ楽しみですね、この後情緒豊かな風情を感じる島根県松江市で素敵な旅をお楽しみください。